田村真由ですこんにちは皆さんこんにちは <laughs> こんばんはこんばんははいということで久しぶりの農業日ということで皆さん今日は何をしてましたか皆さん教えてリン,リンゴじゃないだとって今来てたそうだよねさっきさっきねあの公式の方で私がリンゴをかぶってるやつを載せたから なんだあ軒動画見てたまさかの軒動画えまだ仕事中今何時 ?18 時半そっかまだ仕事してる人もいるんだ大変だ頑張って <laughs> みんな仕事頑張って <laughs> あえ舞台のアーカイブ見てただってありがとう <laughs> え私の舞台だよねそれ <laughs> 今ありがとうって言ったけどありがとうございます はい、じゃあ早速ですがここで今週の配信メンバーで争う乃木曜日選手権をやりたいと思います、えー、今週の競技はふふわふわスポンジタワーですスタートから20秒後にスポンジを何個詰めたかを競います一旦高く詰めても20秒後に崩れたら記録になりません一番高く詰めた人にご褒美として素敵なプレゼントが贈られますということでえっと今のところ1番が昨日のやくぼちゃん が一番らしいです <laughs> 一番らしいです <laughs> なので私も負けじと9個詰めれるように頑張りたいと思いますじゃんえこれちょっと待ってそうだよこれ自分で押さなきゃいけないから <laughs> えちょっとこれじゅん準備ってありですか <laughs> 準備あり <laughs> じゃあちょっと何個が出しとくねとりあえず9個出しとこうちょっと待って今作業してるから待って1,2,3,4 6789じゃあ10個出しとこよし,ちょ,よし,よし <laughs> ちょっとドキドキしてきちゃったじゃあえっとね上下はねどちらでも OK って書いてあるからちょっと好きな風に積んでいきたいと思いますじゃあちょタイマーを押していしょいきますよーい あと。スタート <laughs> 急げ急げ。これどうやって積む方がいいんだろう。えちょ時間見ながら。うん、焦る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 。ああ <laughs> <laughs> え待って、何個詰めた。一二。 うの記録でるじゃん。八つ八個詰めましたってことは。えっ、八雲ちゃんと同率ってことは二人とも一位。やったー! <laughs>。嬉しい。久しぶりに私これで勝ったかも。ちょっと待って、書きます。 じゃん。田村真優8つえ久しぶりに選手権で <laughs> 勝った嬉しいやっとえこれ意外これさえ三つしか詰めなかったってどういうこと <laughs> 結構結構まだ詰めるよだってえそんなえちょっとだって全然まだまだいけるよ 10個詰めたよえっちょっと3つしか詰めなかった子何やってたんだろうね <laughs> ちょっと私はすごい得意だったみたいこの競技が <laughs> <え> <laughs> 言わないであげてって書いてあった <laughs> まあまあね人にはね向き不向きってあるから苦手だったんだろうね <laughs> あっ崩れて3つ残ったってことかなるほどね でも私は崩れる様子もなかったですけどね。<laughs> はい。ということで、自慢はここまでにして。えっ、ー、と、最近の近況報告いきたいと思います。えー、現在、えー、32枚目シングル、人は夢を二度見るが発売中です。皆さん、もちろん、もちろん皆さん聞いてくれてますよね。よいしょ。こちらです。じゃじゃん。皆さん、全ダイブ持ってますか <laughs> 全タイプで私これのん <laughs> 全タイプこれで全タイプです私これの何が一番好きってこっちの裏のねこの後ろ向いてるやつがね結構好きなんでちょっとねあんまりね顔が見えないからみんなあんまり興味ないかもしれないかもだけど <laughs> 私はこの後ろ向きでみんなが隠れてるっていうのがねすごくね 不思議でで好きです <laughs> このタイプ今回はそうだな結構私の好きな曲をちょっとみんなにおすすめしたいんだけどどれに入ってんだろうああったこの「黄昏はいつも」っていうサクとニャギの2人のねユニット曲すごくなんか全然違う歌声だけど。 すごいなんか相性が良くてすごい好きな曲なので皆さん是非聴いてみてくださいもちろん表題はね当たり前に聴いてほしいんですけども <laughs> え生写真私出たやったじゃん <laughs> よかったよかったあわ分かるだってほら気が合うじゃん私の <laughs> にゃぎ作あの2人ねなんかねなんかなんか似てるよね なんだろうね私は結構好きなペアですよなんだなんだ顔の小ささあー確かに2人とも顔ちっちゃいもんね MV 撮影楽しかっためっちゃ楽しかったよなんかね撮影した場所がすごいね美術館みたいなところで撮影したからすごいねもう歩く場所全部がすごい綺麗だった <laughs> 薄い感想だよね <laughs> 私のサイン入り入りっってたってたすごいあれってなかなか当たんないやつでしょだってえ待ってちょっと嬉しい真、まあえー、たん痩せたいんじゃないって返ってる人いた <laughs> 本当痩せたかなまあまあまあ、そんなことはどうでもいいとして <laughs> えっとあそしてですねそう私の、あのー、始まる前のね写真を見てくれた人はもうお気づきかと思いますが あの松村さゆりさんの卒業コンサートと生田恵梨香さんの卒業コンサートのブルーレイ &DVD がこちらありますじゃじゃん見て見えるどっちもいいよねあ、こっちだった <laughs> 間違えたこっちこっちあぶ <laughs> <危>ね <laughs> なんかお互いの色がすごい出ててすげ素敵な、ね、パケージだと思うんですけども私映ってるかな映ってはないな 映ってはないんですけどでも中にはねいるので私も <laughs> 皆さん是非是非こちらも購入してください <laughs> そう私こっちのりんごさんの方であの,ー、あの松村せんりさんと一緒にね劇団の方をやらせていただいてるのでもうなかなかねもうこれから見ることはねなかなかないと思うのでここでしか見れない貴重なライブ映像ですので <laughs>。 皆さんぜひ見てみてくださいそう楽しかったんだよねどっちのライブもなかなかね卒業で寂しいけどやっぱりライブやるとねその人のねなんか雰囲気とかが出るから面白いよねその卒業ライブって何何どっちも買いましただってさすが 何ちょっと待ってねみんなあの私コメント読むのすごい下手だからさ早くて早くてイヤリングピアスピアスだよこれはピアスです私はピアスを飽きてますのであそうそしてこれからなんですけども5月の17から18の2日間で斉藤飛鳥さんの卒業コンサートもありますので皆さん 楽しみに待っててください <laughs> 今もね頑張って準備中ですので <laughs> ちょくちょくさ舞台のセリフをさあのコメントしてくれる人がさ「<laughs> レナは私のカンパネルラだよ」って「ありがとう」だけどちゃんと見てくれたんだね <laughs> そうそうそうありがとう私もねあのセリフ好きですよ最後にクライマックスのところね すごいね最後千秋楽とかもねすごくいいのができたんじゃないかなって思うしはいそして個人仕事のことで言うと、まあ、それこそ今ね話してたけど舞台が無事千秋楽を迎えて、あのー、終わってしまいましたきっと見に来てくれた方とかねいっぱいいると思うけどどうでしたか <laughs> 私の久しぶりの、あのー、舞台約2年半ぶりくらいかな の舞台だったんですけども。どうだった？まゆたん星になったの？私星になったよ。あん時 <laughs> 星になっちゃったよ。えー、泣いたってみんな泣いたの？本当。ありがとう。<laughs> そう、セラミア以来の舞台あの朗読劇とかはね。一回あったけど、それ以外だとまゆたんが一段と。また素敵な女性になったって。 ありがとうございます <laughs> そうなんかラストとかはねやっぱり私の役柄的にあの、まあ、すでに現実世界ではあの、まあ、お亡くなりになられちゃったっていう感じの役柄でもあったから、まあ、最後はねあの地上には戻れなかったんですけどもなんかいい旅ができたんじゃないかなって <laughs> 思います <laughs>。どうみんな 星になって寂しかったあのミキナオと同じ感想だねそれミキナオはあの「レナがいい人すぎてあの亡くなるのが嫌すぎた」って言ってましたそう見に来てくれて「レナに会いたい」いやー会えないんじゃないかなもう <laughs> レナはもう会えないんじゃないかな <laughs> みんな <laughs> なんで奈緒でそんな笑うのよ <laughs> は本当にいいつもねねすごいね最近あの子嫉妬深いのよなんか私がその舞台の,その一緒にやってたねあのキャストの方とかと仲良くしてるのを見てなんか「あんまり仲良くしないで」って言ってくるの <laughs> 寂しいんだって私が誰かと仲良くなるのが <laughs> 可愛いでしょえアーカイブ毎日見てるそうアーカイブの方でねあの上田さんたちがあの副音声やってるのも聞けるからそっちもね 面白いか私も聞いたんだけどそっちもなんかいろんなね裏情報というかこういうふうにして作られたよみたいな話もねしてあるから見て見てくださいそっちも <laughs> 謎の嫉妬そう本当にね <laughs> な年が近いから確かに年が近いからなのかねそうちょっとね嫌だったらしい <laughs> あそうで全然違うさ関係ない話なんだけど関係なくはないかそう今ちょうどね「アップトゥーボーイ」さんがあの発売されました私が表彰をやらせていただいているでそこであの「チャレンジマイター」もね最終回を迎えてるので是非皆さん見てもらいたいんだけどなんかそこのねインタビューで私がね一ノ瀬美くちゃんのことをあの褒めたの褒めたっていうか,なんか期待してるみたいななんか。 これから欠かせない存在になりそうです。みたいな話をしたのね。それとそれを有益な方が今日なんか連絡してきて、なんか期待しないでって <laughs> 言ってきて。なんか私がなんか誰かを褒めるのが嫌らしい <laughs>。可愛くない。もうなんか？ね、同い年だけど、なんかそうやって。なんか私のことが大好きらしい。最近 <laughs>。 なんかもう本当に愛おしくなっちゃうよね <laughs>。そうっていうねちょっと「夢きなおが最近かわいいんだ」っていう <laughs> 話すごいねそうすずっとね「遊ぼう遊ぼう」って言ってるんだけど私がずっと舞台でねあのこっちの方に来れなかったからそう本当は1月の後半ぐらいに遊ぼうみたいな言ってたんだけどそっからあのもう何ヶ月も過ぎ。 こんなねもう4月に4月の後半 <laughs> 入ってしまったんで、まあ、5月あたりに遊ぼうかなって <laughs> 思います <laughs> そうそうそう今愛が足りない状態らしいそうみんなねだからみんなもあのなおにいっぱい愛を注いであげて <laughs> そう寂しいんだと思う <laughs> <laughs> そうはい <laughs> ということで。 まあねここら辺にしてみてじゃあ次に前回の配信メンバーのヤクボちゃんからの宿題をやりたいと思いますヤクボちゃんからの宿題はじゃじゃんマユタンへ私のことみっちゃんって呼んでほしいなだって可愛 <laughs> かわいくないここでさ自分の名前をさ呼んでほしいっていうのかわいくない <laughs> 確かに私いつもなんかヤクボちゃんがみっちゃんって呼んでほしがってるのは知ってたの まあなんかずっとさ「生ドル」でも言ってたし「あの、まあ、みっちゃん」って呼んでほしいって結構初期からずっと言ってたから知ってたんだけどさなんかさやっぱりちちゃゃゃんんんってちゃんじゃん <laughs> だからなんかなかなかね呼べなくてなのでちょっとここをねここからみっちゃん呼びにちょっと変更していこうかなって思いますじゃあ呼びますねみっちゃん <laughs> えこれでいいの いいのかなこれでまあねこれからみっちゃん呼びを定着させていこうと頑張っていきたいと思いますみっちゃん見てくれてるかなこの配信今何やってんだろうみっちゃん <laughs> 見てたら連絡してくれたら嬉しいんだけど多分見てないんだろうな <laughs> 仕事してるかもしれない <laughs> そうボミおだったらもしかしたら来てくれるかもしれないけどねはいということであのー、宿題も終わったところで 私いつも、あのー、忘れちゃうから次回メンバーの宿題をねちゃちゃっと書いちゃいたいと思いますどうしようかなみんな何がいいと思うまだ次回の、ね、メンバーは決まってないので、あのー、誰になるかわからないんですけど決めていきたいなと思うんですけどどうしようかな誰まあ誰になったとしてもやんなきゃいけないのに変わりないので <laughs> どうしようかな何がいいかな え、何がいい、みんな。次週、そう、誰かわかんないから、何でも言えるっていうのはあるよね。<laughs> 正直、ね。次回メンバー。どうしよう。似顔絵、あ、まあ、えー、上手いメンバー、でも下手なメンバーでも、面白いのか。似顔絵描いてほしい。私への愛を。 リッコ私のモノマネなんてみんないろんなとこでやってるからもう聞き飽きたんじゃない <laughs> 結構ねだってこの間さ松尾美優かながさのぎお行日でさなんか北川ゆりちゃんのモノマネをした後にさ言われてもないのに私のさモノマネしてなかった <laughs> みんなだから多分結構ねあのこれだったらできるかもみたいな感じで私のモノマネやるから <laughs>。 探せばいっぱい出てくると思う。みんなのものまね。私のなんだろうな。どうしようかな。多い多い。田村名前です。もう多い多い。<laughs> いいです。それは <laughs> もう結構ね、いろんなこの聞いたから。私の好きなところ。えー、どうしよう。なんかいっぱいあるけど、うーん。 ちょっと待ってねあ舞台の感想でも舞台をほらもしも仕事で見に来れてなかったらねあれだからね渾身 <laughs> の一発ギャグを披露もう絶対嫌だしこれに当たったら本当に泣いちゃうかもしれない <laughs> 腕立て伏せなんでそんな腕立て伏せを押してんの誰なんか結構さっきから来てんだけど腹筋とか腹筋腕立て伏せえ待って待って ちょっと待ってねテキーラ観覧車<笑><笑>それ舞台ねそれ舞台ですあゴールデンウィーク休みだったら何するってそれ聞いてみるどうみんなそんななんか簡単なやつやだとかそういうのある <laughs> もっと攻めろよとか思ってる <laughs> どうですかみんな 暖かいですねだって <laughs> ゴールデンウィーク何したいってええー、やんええー、やんあ意外とじゃあそれにします <laughs> ちょっと待ってね何したい はい、ゴールデンウィークお休みだったら何したいですかということできっとね次回のメンバーは何がしたいのか教えてくれると思うので皆さん楽しみに待っててください。はい、ということであまだ全然時間あるじゃん <laughs> 全然時間あるからじゃあここからはフリートークです。皆さん何話したいですか でも最近だとね何だろうなんかのコンテンツだとうーんあそう皆さんあれ見た私のこれあの今日は <laughs> あれ私さあれさなんかやってくださいってさこう言われて元ネタ知らなくてもともと正直ねあの元ネタ知らなくてあのそのマネージャーさんが動画を送ってくれたの何個かでそれ見たんだけど私が見た動画のやつがね 1>, あの1ミリたりともこう揺れてないやつを <laughs> なんかマネージャーさんが送ってきて <laughs> なんかあの子供ちっちゃい男の子がやってるやつを見たんだけどだからあれ撮る時「えこれってあの揺れるのってマストですか?」って聞いたんだけどなんかみんな揺れてるらしいから揺れてって言われて <laughs> そうでもなんかねあれが今流行ってるらしいですよ皆さん知ってたあれみえあれってみんな知ってた あれがあの流行ってるやつってどう待ってみんなコメントをマスト揺れそうみんな <laughs> なんかマスト揺れらしいあれ <laughs> なあ,なあの揺れって何の意味があるんだろうね <laughs> 面白いけど <laughs> あでも知ってた子もあ知らない人もいるんだ知らないあ知らない人多いね知らなかったでも知ってる人もいるけど そうなんかだからあ今こういうのが流行ってるんだと思って結構私流行りとかはさその何ていうの学生高校生とかがあの好きっていうような動画とかは大体あやめんがさいろいろとさ教えてくれるのなんか今こういうの流行ってるらしいよみたいなでもさ最近会えてなかったからあんまり何も収穫できてなくて <laughs> そうそれで知ったでもねなんかみんな たたくくさん見てくれてれるみたいでありがとうございますそうなんかねあんまり TikTok とかも私が見ない人だからよりそういうさ流行りをさ知らずにさ過ぎ去っていくみたいの結構あってそうだからちょっとね私ももうちょっとちゃんと調べなきゃなって <laughs> ちょっと思ったこの今回の TikTok を見て。 そうでもそうあやめんも JK じゃなくなったんだよ早いねだってさ乃木坂入った時あの子中学3年生だよなんか成長をね一緒に見てる感じがねああ早いねーって思っちゃった <laughs> この間なんかそういえば卒業したって話をしてそのこうこうあやめんが高校あそっかもうじゃあ高校生じゃないんだって思ってなんかすごい あ,ーあーそっかそっかーってなっちゃった <laughs> 親戚のおばちゃんみたいなこと言い出したでもさみんなそうじゃないみんなも思うでしょ正直一緒にさこうやってさまあ、約4年5年一緒にやってきてさ加入した時がさ中学生だよいやーびっくりするってみんな <laughs> 本当にあグラタン そうね乃木中のねでもさ正直さ私結構あのレコメンでさ料理はしませんってて断言してたじゃん、まあ私のレコメン聞いてくれてた方は知ってると思うけどであそこまでできんのすごくない逆に <laughs> どうも <laughs> 全く料理しませんって言ってる人がさ割とめちゃめちゃ大きな事故もなく。 できたのすごくないそうグラタンもさ私片栗粉と小麦,小麦粉を使わなきゃいけないのを片栗粉でやっちゃったんだけどでも <laughs> 食べたら全然ねちょねちょしてなくてそう普通に美味しかったんだよね正直だからさあのね多分ちゃんとそういうさなんていうの料理の。 なあていうのんていうのなああいうのレシピ <laughs> レシピをちゃんと見たらちゃんと作れると思う <laughs> レシピって「カタログ」って書いてる人いたよ今 <laughs> カタログはちょっと違うね <laughs> そうあと今「スプラトゥーンの練習してる?」って書いてあったけどあの正直私エンジョイ勢なんですよあのめちゃめちゃ下手なんですね エイムも下手だし、あのすぐあのやられちゃうんで。あの正直ね。練習したら上手くなるよ。あとだって1ヶ月もないんじゃない？1ヶ月ぐらいでそんな上手くなる。<laughs> いや、正直本当にあの本当に下手だけど大丈夫？<laughs> それだけ、それだけはあの言っとく。私めちゃめちゃ下手です。スプラトゥーン enjoy 勢なんで。 <laughs> そうあのー、自分の陣地をずっとこうやって塗ることしかできない人だからねイライラしないでみんな <laughs> それを見て <laughs> もっともっと敵陣行けよとか思わないでここでね保険書きときます一応ち <laughs> ばおえになっちゃうけど本当に血ば蹴とったらおえんでだけどみんな許して <laughs> 練習はねちょっと頑張ってしてみてるけどなかなかねなんか見るのよ YouTube とかであのこれをやったらこうすると上手になりますよみたいなさ <laughs> あの動画あるじゃんそういうのも見てはいるんだけど、まあ、なかなか自分がやるとさそんな言われた通りにできないじゃんそうなんかよくさあの 自分のイカちゃんを見ない方がいいですとかさ、見ちゃうじゃんイカちゃんだって。<laughs> そんなそんなさ、もう目がいっちゃうのもそっちに無理だって。<laughs> まあ、まあ、そんな感じでね、今練習してますけども、そんなに上手ではないので、まあ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 楽しくできたらなと思ってます。<laughs> そう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 。 言うほど見ないえ言うほど見ない本当にまあまあまあそれは人によるんじゃないですか <laughs> 私はめちゃめちゃ見ちゃいます自分の子をね可愛いからなんせ自分がねかお洋服とかお洋服っていうのなんかいろいろとねあのファッションを変えてやってるんで <laughs> あ今期おすすめのアニメまだ時間あと1分ぐらいあるからじゃあ今私がおすすめしたいのは「地獄楽」結構 <laughs> いや近くにスタッフさんいるんですけど「お」って言いました <laughs>「地獄楽」好きですね見てますあとまだ見てはないけど1話ちょっと見て「推しの子」「推しの子」も見てまた「お」って言いましたさ <laughs> 推しの子も見てますあと何見てるかなえっとあと「鬼滅」か「鬼滅」も見てますねとかかな今のところそう地獄楽はもともと漫画見てたんで そう漫画から入って面白かったんでちょっとアニメも見てみようかなっていうので見てるんですけどまあ安定で面白いですね <laughs> なので皆さん是非是非見てくださいはいということでお59分というああの実はずっとね <laughs> 最初からここに待機してあったんですけどじゃあ,あのスクショタイムしてって言ったんではいスクショタイムリンゴと一緒に <laughs> はーい <laughs> どうみんなスクショできたはいということでようや,やくこのりんごも出番を果たしたということでえました <laughs> はい、えー、次回ののぎょうぶの配信時間は決まり次第ショールーム公式 Twitter でお知らせしますえー、それでは今日のお相手は田村真由でした皆さんありがとうございましたバイバーイ <laughs>